やほんまに植物育てんの好きやなお母ちゃんな、うん、これそほんまにそうやな。何に水やってんの、家の北側にあったやつと一緒お母ちゃん。これ何これ、サウンドってちょっと押してみましょうか。は？まずね、ほんならちょっと近道が気になるからやってみよう。これね、うん、お？ちょっと待って、そっから入ってなんでこっから出んの？これは相当厳重だぜ。これはやばいよ。まずいな、あのサウンドを使わないとどうしようもないんじゃないか。あかんって、あかん、バンジキュース、バンジキュース。ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。シリアルクリーナージョージの裏仕事スイッチ版、続きをやっていきましょう。はいはい、前回ねステージ8まで行ったと思います。今日のね一発目のお仕事はこちら、ディスコフィーバーって書いてありますよね。フィーバーしてるようには見えないけどね。謎の依頼人への不満がたまり手を引くジョージ、しかし苦悩はまだ始まったばかりだっていうことですね。なんかね前回ぐらいからねかなりストーリーがね、なんて言うんでしょうか、大きくね動いた感じがいたしました。ん？音を出すものは騒音範囲や効果時間が異なる。またねステージ的にもねちょっと難易度が上がってきましてね、またこの先いろんなねギミックなんかが、出てくるものだと思われますね。じゃあ早速やってみますか。はいはい、始まりました。なんかねまるで底なし沼とか書いてたよ。ちょっとね気分を変えてね金髪にしてみたんですが、なんかねこの服装いまいちだね。あれお母ちゃんは、あ、お母ちゃんまた外で水やってるわ。ちょ電話鳴ってるから僕出るよ。はい、いつもニコニコ心はピカピカ、シリアルクリーナージョージです。もしもし、新しい仕事があるんですが。おい、ちょっと待て、前回の仕事は何だったんだ。現場は札だらけだったぞ。あ、この前のね依頼人からか。すみません、現場には顔を出さないので、知らせる情報は必ずしも正確ではないんです。おいい加減にしてくれ、そんなデタラメは聞きたくない。ちょっと待ってください、他に頼める人がいないんです。俺の知ったことじゃない、ガチャ初めてね自分でガチャってね言い返したよね。プルルルルってさっきまで電話ちゃんと鳴ってたのに、なんで急にプルルル言い出したの。よう、俺だ、仕事あるか、空いてるからいつでも連絡くれ。あ、マット、おう、ジョー、俺たちはもうただのポーカー仲間だと思ったぜ。グッドタイミングだ、手を貸してくれ。クラブ45知ってるだろう。ああ、もちろん、知らない奴なんていないだろう。そこのオーナーがよ、調子に乗ってんだ。誰がここを仕切ってんのか教える時が来たというわけだ。死体は3体、それとショットガンがいくつかあるはずだ。あいつの帰宅がド派手になるぜ、ってことでね。いや、僕の家にもね、お母ちゃんがね、充電してるショットガンその辺に転がってますけども。そうだな。なんかね、もう、新しいねその前の依頼人からの依頼を断って、もうマットのね依頼に切り替えたということなんでしょうかね。何やらね派手な曲がラジオから聞こえております。なんだ、最近ディスコミュージックが流行り始めてるようだけど、そこまで人気は出ないだろうね。ディスコ映画とかがあればもっと人気に火がつくと思うけど。これからね、ディスコ行くってね、いう依頼だったから、ちょうどね、なんか、ナウイ情報だったね。いや、ほんまに植物育てんの好きやな、お母ちゃんな。これそ、ほんまにそうやんな。何に水やってんの？家の北側にあったやつと一緒？お母ちゃん。それ何それ？堅苦しい顔して大丈夫？ちょっと揉め事があっただけ。気にしないで大丈夫だから。ホットココアでも作ろうか。あ、優しいねお母ちゃん。ありがとう、後でお願いするわ。
いやほんでその植物何お母ちゃんなんか量産して言ってますけど、もう それなんなん。はいはい、ということでね、ちょっとお仕事の方ね行きましょうか。なんかねクラブに行くって言ってたよね。クラブでフィーバーってことですね。今夜はクレイジーな夜になりそうだぜ。よし早速行こう。はいはい、現場のディスコです。ん？ステージにある特定のものは騒音を発生するクリーナーセンスを使って見つけようって言ってますね。じゃあ見ましょうか。よいしょ。お、なんだサウンドっていうのがねあちらこちらにあります。そして死体が2体かな。うん、死体を下ろすっていうのもね変なところにあるぞ。ちょっとね、あ、拾う、右上の方にねなんか銃なのかナイフなのか何かあるよね。警官は2人、いや3人かな、いや4人ぐらいいるよ。いやめっちゃいるぞ、5人ぐらいいるぞ。こいつは厄介だぜ。さあ早速やっていきましょう。あ、左側にも拾うってあるね。ちょっと待って、これサウンド気になるわ、すっげえ気になる。これ何、これサウンドってちょっと押してみましょうか。あ、は、あ、はいはい、なんかね音を発するみたいです。それをうまく使ってね、なんかこの警察官をおびき寄せるとかそういうことかな。まあ今、あ、そっか、今回ね結婚もちゃんとね掃除しないといけないんで、この辺とかねちょっとあれか、おびき寄せるようとかかな。こうやって離れて、いやこんな感じじゃないか。赤見つかってますやん、見つかってますやんか。あ、なんとか、あ、オッケーオッケー。あれは何ずっと鳴ってんの。こんな感じでこう注目してるから、その間にこうやっていけみたいな。あ、こういう風に使うんだ、なるほどね。よし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 。ん、吸ってるかちゃんと。あ、みんな見に行ったよ、危ない、隠れろここに。あー、このねサウンドっていうのを結構使っていくっぽいね。ダイソンして、あ、来るぞ、こっち来るっけ、来ます、よいしょ。あー、左側のねちょっと凶器を取りに行きたいが、あ、今チャンスじゃないか、今チャンスやけど、こんな戻ってくれんのか。あ、そっか、ここにあるんだ、ここに。ちょっと待てよ、一旦隠れて、左上のねこうサウンド必ず使うぞ。離れて、もっと離れて、オーライ。で、これサウンドつけます。で、隠れます。いや、こうへんのかい、こうへんのかい。じゃあもうさっきダイソンしよう。で、見つかって、おびき寄せて、ほんでサウンドの方行って、そうそうそう、それそれ、オッケー。なかなかね、パズル要素がね、強くなってきたぞ。こっち来んなよ、マジで。ナイス。さあ、一旦隠れます。そして、あたりを見渡す。今回ね、死体を下ろすっていうのはね、なんか変なところにあるぞ。なんかね、また魚泳いでるよね。見つかってますって、早い。ほんで、はい、今度はねこのサウンドってやつをね使って右側からね攻めていこうかなと思っております。これをスイッチを入れて、よいしょ。ほんでここに一旦隠れる、ナイス、そうそう。でこの凶器拾って、一発食らったら即死だぜ。 OK、 これ何、これここなんか入れるけどね。あ、隠れる隠れる隠れる。オッケー。あ、あかんな、すぐ見つかるな。このね右下の方にねこの下へあるんだよね。隠れるもあるぞ、そっちにね。ちょっとこのどうなってるのかがよくわからない。こういけへんの、これいけへんのか、こう回っていかないといけないんだ。なるほどね。さあこの死体をその上の方に持っていきたいよね。ただ来るんじゃねえか、来るね。今がチャンス。これどうすんの、これ
どこ？これ。ん？もう一回見せて。死体を下ろすって書いてるけど、ここに。は？どういうこと？全然わからへん。こうなんか右の方にはしごみたいなんあるよね。そっちのことか。ちょっとね、遠近感、立体感がわからないこのゲーム。このはしご登れんの？これ。あ、登れるわ。ほんで、あ、ここでやっと死体を下ろすっていうの出てきます。下ろしてみましょう。よいしょ。うわグロ。これもなんかね、このピラニアみたいなこう魚がいるんだよね。それに食わしたということかな。あんな袋ごと食ってくれるのかね。さあ、あと死体は2体か。あれ、取りに行くのなかなか難しいぞ。あかか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 ギリギリセーフ。いや、もうほぼほぼ見つかってるけどね。赤くんのか。え、どうくんのお前。さあ、ここにね、ちょっと集めたいよね、やつらを。オッケー、2体目。こういうことね、こういうことね。で、ここっぽい。うん、水槽が真っ赤になる。うわ、なかなか厳しいぞ。視野広いね、お前。すっげえ有能やんか。うわ、ちょっと待って、カップな。ここ隠れて、集まらして、ほんで左へ行く。結構も回収していって、ここは入ってこないよね、お前ね。見るだけで。ナイス。で、オッケー。うん。カチャッバンってもう打って持てますやん。これね、ある程度おびき寄せないと、これサウンドにまでね、これ届かないんだよね。有効範囲がね。スイッチだけこれまず入れます。そして、近づいていって、お、見つけてくれ、俺を逆に。俺を見つけて。オッケー。おいで。ほんで、サウンドの方行って。オッケー。このパターンね。オッケー。ほんなら下やと一体ね。まずこう隠れて。サウンド上にもあるんだよね。あー、上よりも手前使うしかないか。ちょっとでもね、こう動かしといた方がいいぞ。サウンドつけて、隠れて。あー、向こうのやつが来ない。向こうのやつが来ないね。おびき寄せて。ナイス。パッと持て、お前はもう。押してるんですよ、ワイを何回も。オッケー。これが最後の死体です。水の中で踊りな。うん、いちいちかっこいいこと言うよね。さあ、あとはずらがるだけ。いや、血痕が足りない。ちょっとね、真ん中の血をもらうか。なかなか難易度が高いぞ。こいつが離れた時に、あのね、右の方にあるサウンドをオンにすると。いや、ち、あー、でもおびき寄せないと厳しいね。これつけといてなって。おや、お前は来るけど、ちょ、まあ、左側のお前も行ってくれ、そっち。なってるよ、ほら。踊れ、ここディスコやからね、みんな、ほら。音楽に敏感になれ、オッケー。で、この間に、うそやろ。あっ、な、いけてる、結婚。あ、いけてます、条件整ったぞ。あとは逃げるだけだ。ここは慎重にね。俺はジョージ、慎重な男。あっか。ナイス。今回完璧じゃねえか。よし、帰るぜ。はいはい、帰ってきたよ。またね、ほら、いろいろね、このグッズというかコレクションがね、溜まっていっております。お母ちゃん、ただいま帰ったよ。うん、試合開始まであと30分。稀に見る試合になるでしょうね。よし、今日勝ってマットへの借金をチャラにするぜ。あ、マットとね、いつもトランプでね、なんか賭け事をしててね、勝ったり負けたりということかな。うん、8ラウンド
激しいラッシュだ、耐えられるか、ここで審判が止めに入った、まさかまさかの敗北です。どっちがよ。信じられません。マジかよ、負けた。あ、ちょっとね、ジョージがかけてる方が負けちゃったんだ。うん、大丈夫？お母ちゃんちょっと心配してくれてるよ。うん、ちょっと横になってくる。あ、相当これかけたね、これ。あ、大勝ち狙っちゃったね、これ。はいはい、春になったっぽいね。引きずられる仕事って書いてますよ。引きずられるのは気持ちなのか、それとも本人これなのか、どういうこと。ちょっと電話鳴ってるよ、お母ちゃん電話出るよ。僕、はい、いつもニコニコ、心はピカピカ、シリアルクリーナージョージです。もしもし、クリーナーさん、仕事引き受けてくれませんか。お前、これこの前のやっちゃうんか。お前、またお前かよ。もうお前からは仕事を引き受けない。とても重要なんです。どうかお願いします。報酬はいくらでも出します。あ、じゃあやりますよ。うん、またあの最高野郎の尻拭いか。なら通常の2倍はもらうぜ。問題ありません。うん、まあでもそう、払う言うてんねんからね、やらんとしゃないか。失せろって言うところだが、金が必要だから引き受けてやる。あ、この前ね、ちょっと賭けに負けちゃったからね。ありがとうございます。現場はダウンタウンの床屋です。死体3体と証拠品の回収をお願いします。血痕の掃除も お願いします。お金はいつものところに入れておきます。ガチャ。床屋ですか。お母ちゃん、それ何してんのそれ。人気曲を口ずさんでいる。あ、お母ちゃんがちょっとなんか歌歌いながらなんか作業してるってこと。負けた金を取り戻さないとやばいことになる。ん？なんか言った？いや、なんでもないよ。何のやりとりこれ。いやー、今日はね、天気がいいからね、お家の庭でね、これバーベキューでもしようか思ってたんですけどもね。ただね、これ薪でかすぎるわ。これもっと細かく切らなね、これ使い物ならんよ。もうちょっとした小屋建てれるぐらいこれ薪集めてきてどうすんのこれ。さあさあ、ちょっとね、気は進まない仕事だけどね。まあ行かないとしゃないからね。お母ちゃん、ちょっと仕事行ってくんで。お母ちゃん、あ、あかん、もう夢中やわ、もう。うん、もう行きましょう。よし、ゴー。はいはい、次のお仕事がね、こちらです。危機一髪って書いております。迷いを抱きながらも、ジョージは借金を返すために謎の依頼人から新たな仕事を高額報酬の条件で引き受けるってことですね。近道を使って死体を運べる。あ、近道っていうね、ギミックというかね、何か出てくるんでしょうかね。まあ早速やってみましょうか。はいはい、現場へやってまいりました。近道を使って素早く移動できるクリーナーセンスで近道を見つけようって書いておりますね。まずはプラスボタン。死体が3体、証拠品が、あ、3つね。血痕 85% もいかんとあかんの？なかなか難易度高そうだ。そして全体を見ます。お、近道っていうのがね、ところどころにあります。そして動かすってのもあれば、サウンドもあるよね。だんだん複合ステージになってきております。なかなかね、難易度高そうだ。まずね、ほんならちょっと近道が気になるからやってみよう。これね、お、ちょっと待って、そっから入ってなんでこっから出んの。わー、なんかすごいな。で、これあれよね、拾うやつね。これで血を飲んだのかってね。ドラキュラか今回の犯人は。よいしょ。あ、死体を下ろすってのも自分の車と左上の方にもあるよね。ちょっとあれが何なのかはよくわからない。ここにもあるよ、近道。あ、上の方に出るんだ。これでね、ちょっと見といて、こう行って、よいしょ、隠れて、クリーナーします。これ見つかってもあれかな、近道で、あかん、もう。はいはい、戻ってまいりました。とりあえずね、この警官に追われても、近道に入れば逃げ切れるっぽいよね。これもあるよ。うん、すごく鋭い。ナイフか何かかな。ちょっとね、血痕 85% もいかんとあかんからね。お、来るぞ来るぞ。お、いっぱい来るぞ。今回警官多いよね。右側か、右側の死体なんとかした。あかん。あぶね。こういうことね。このね、車の左側の扉閉まってるっぽいのは、ぐるーっと回ってきてね、スイッチ押さないと動かないと思うんだ。
これだよね。これ右向かないよ、お前は。危険だな、危険だな。ただこれ担いだ状態で、近道って入れるのか？ちょっと待てよ。来るぞ。やばいぞ。あ、来るやん、もう。お前らもう。はいはい、ここまでやってまいりました。ここに隠れるがあるんだよね。オッケーオッケー。あ、サウンドのね、位置も結構変わってるからね。お前ちょっと右行って。そうそうそう、右の方行って。まずね、死体回収するよりも、ちょっとね、見て回りたいよね。これ何これ。もう証拠品。危な。あ、ここにサウンドがあるぞ。左からも抜けれるっぽいよね。あの近道は、あ、左側の方に行くんだ。お？ただね、死体を下ろすまで、この近道使わないといけないから、死体担いだまま近道入れるのかな？これサウンドを押さんとあかんかな？オッケー。とりあえずこっち来ました。あ、ここも隠れるんだ。うん。これなんかお母ちゃんが育ててる、なんか植物に似てるけど。うん。あ、今くるくるくる。おい、難易度めっちゃ高いぞ。これ、掴んで、これ入れんのこれ。あ、死体掴んだまま近道できます。オッケー。よいしょ、うん。ここはやっぱいけないよね。オッケー、こうやって使うんだね、この動かすは。これで右側に閉じ込めとくと。うわ、やばい、下からも来るんだ。そうだそうだ、下からも来るんだよね。お前引っ込め、下に。来んな来んな、オッケー。結婚回収させてもらって、で、こっちのね、部屋も行きます。オッケーオッケー。ここにサウンドがあるんだよね。使ってみるか。こう隠れます。おーい、抜けた抜けた。これ動かせ。オッケー、これで蓋できたぞ。ここに死体ありますね。これ何これ、これ関係ないこれ。ここに隠れるがある。あっ、ぶね。待ってくるぞ。賢いな、こいつ。回り道して元の部屋に戻ってきてます。これは相当厳重だぜ。これはやばいよ。まずいな、あのサウンドを使わないとどうしようもないんじゃないか。あかんって。あかん、バンジキュース、バンジキュース。はいはい、一回ね、このサウンドを使って、左の近道行ってね、なんか上の方行ってみようか。よいしょ。ほんで、お前なんで行かへんの、そっち。これ何これ、死体の処理、これ。あ、そっち行ったね。あかん、戻るわ、すぐ。有効時間が非常に短いぞ。あんま意味なかったね。このサウンドどう使うんだろうね。いや、こいつはね、おそらくここに隠れるでしょう。ほんで、こっから出て、こうするんだよね。で、ここ蓋するんだよね、これ。うん。そうだよね。こいつをどうするかだよね。で、回ってきよんねん、こいつ偉いから。だから、ここ開けて、死体だけ担いで、ここは蓋できるね、反対からも。こんな感じかな。うわ、ここにいるもんね。これ動かしといて、戻ってこないよ、お前。あ、いけるようになったぞ、言ってね。ほら、戻ってきたよ。あ、死体見つかったね。踏んでますけどね、あなた。そう、もっと向こう行って。オッケーオッケー。これが死体2体目かな？よいしょよいしょ。よいしょ。あとは？あ、あんな左の方にいるんだ。ちょっとね、どう行ったらいいんだろう。はいはい、僕は今ここで隠れております。こいつをね、こう右側にやり過ごして。そうそう。右の方行って、右の方。行かない？なんでやねん。お前、刑事の勘が鋭いね。まず左に抜けたいんだが、すげえ警備がね。よいしょ。ここまで一旦来ました。隠れるとこないか？隠れるとこないんだよね。隠れるとこないね。まずこれ回収。うわ、お前めっちゃ来ますやん。うわ、笛吹くタイプかよ。あかん、間に合え。あぶねえ。この左下のやつ、笛吹くタイプです。こいつは厄介だぜ。ここ開けとけ。笛吹くタイプやから追っかけてこないかな、もしかしたら。あ、右側もね、ほら、あ、ここ扉開いてるぞ、とか言うてね、これ集まってくるぞ。こりゃまずい。すごい警戒網になってますからね。よいしょ。あかん。オッケー。ちょっとね、死体手前まで持ってくることに成功しております。これでね、お前らもう離れろ。こっち来るよね、おそらく。
ちょっと通常警備まで戻れお前ら。オッケー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 、よいしょ。結婚が足りない、この後に及んで結婚が足りないとか言います。あと結婚あの左角しかないんだよね、ほぼほぼ。いやー、右上の結婚ちょっと削って、あと何パー？ 4 パーか。それで間に合うかな。ちょっと左はリスキーだよ。この辺チクチク削って結婚ちょっといかない、容量いったね、オッケー。いやね、リスクはね背負わない方がいいからね。ほんじゃ帰ります、僕。お疲れさん。はいはい。なんかね、帰りにねポーカーする余裕があったみたい。ポーカーで負けちまったとか言ってますね。借金が膨らんでいく一方だ、やべえ、不運が続かないといいがな。勝って全部チャラにしてやる。お前もうほんまギャンブル依存症やな。はい、ということで今回はねステージ9ステージ10をねクリアいたしました。いやーね、だんだんねやっぱりステージ難易度も上がってきております。そしてねストーリー的にもね、なんかね最初運よくねギャンブルに勝って、なんか調子乗っててね、だんだんまたギャンブル負け出してね、借金が多くなってきたからこそちょっとねきついヤバめの仕事をねこなさないと仕方がない、そんな悪循環に入っております。この先どうなっていくんでしょうか。今回はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。